アオハライド2023ワウワウに主演し、実写映画、推しの子アクア役で主演を務めることも発表された桜井が夏き役。サッカー選手になるという夢を父親の病気のせいで諦め、仲間たちの言葉を素直に聞くことができない不器用な夏きを桜井が持ち前の繊細さで演じる。さらに、2023年8月に世界同時配信デビューし人気急上昇中の男性グループ。 IMP。の椿が雪尾役として出演。天真爛漫なキャラクターでありながら、自身の父親が抱えていた意外な秘密にショックを受ける雪尾を椿がどのように表現するのか。じることが非常に楽しみです。木村監督とも別の作品でご一緒させていただいたことがあり、また木村組で演じることができ、とても嬉しいです。鈴木治さんが書いた素晴らしい原作、脚本を、 どんな風に自分自身が表現できるのか、そしてどんな現場になっていくのか今から非常にワクワクしています。椿隊が雪を焼くコメントこの作品への出演のお話をいただいた時は、僕が映画に出演、と、とても驚きましたがそれと同時に新たなことに挑戦させていただけることにとてもワクワクしました。まずタイトルを見た際に、ファンタジーな世界観の物語なのかなという印象を覚えました。 しかし、台本を読んでいくうちにとても人情味あふれる内容となっていて、魔法という非現実的な要素がここまで心に寄り添ってくれるのかと思い、気づいたら涙が溢れていました。物語の軸となる、一回だけ魔法が使える、という部分がどのように作用するのかを楽しみにしていただけたらなと思います。この作品に携わる一員として、全力で支え、楽しみながら演じていきたいと思います。 楽しみにしていてください。原作、脚本、鈴木治むコメントこの作品は、僕が朗読劇で作った、僕の中でのとても大切な作品で、脚本業を辞める前に、どうしてもこの映像版を作りたかった。だから放送作家を引退する1ヶ月前に、大切に大切に書いた脚本です。その上、撮影を僕の地元、千葉県を中心に行えることになったので、とても嬉しいです。 もし自分が人生で一回だけ魔法を使えたらということをテーマに、日本のとある村で起きる男子4人の青春物語。たくさんの人に優しい涙を流してもらえたら幸いです。監督、木村正人コメント18歳から20歳という時期は、最も心が揺れ動き人生のモラトリアムと言われる重要な時間です。4人の青年が、一回だけ使える魔法。 という日,日常を通して仲間や家族そして自分と向き合いもがきながら必死に進もうとするくるめく儚い姿には心を強く揺さぶられます主演の八木さんを筆頭に井上さん桜井さん椿さんと集結したフレッシュな俳優陣の繊細な心の揺らぎをたっぷりの風景味や風の流れとともに温度感のある青い映像で丁寧に紡いでいきたいと思います 初めて脚本を読んだ時僕がそうであったように人が人を思う気持ちや小さな幸せが運ぶ切なく温かな感動と涙がこの映画を見てくださる皆様の心に宿れば嬉しいです。